はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ロマンシングサガ3リマスター版やっていきたいと思います。いよいよアビスに突入しましたので、今回は四魔貴族を倒していきたいと思います。多分破壊するものは時間的に倒す余裕がないかなと思います。まあ破壊するものを倒すということはエンディングもね見なきゃいけないので、で四魔貴族はこの青いなんか輪っかのところですねに1体ずついますので、まあ適当に左から行きますか。ここはビューネだね。もうなんか地形で見て分かると思います。で一応ちょっとダンジョンっぽい形にはなってるんですけど、まあほぼほぼもうダンジョンっていうよりはただの通路というようなイメージなんで、すぐ四魔貴族のところにはたどり着きます。もういるし、ビューネ、ちょっと装備は確認していきましょう。高級傷薬は大丈夫、よし OK だね。私は虫けらに倒される定めなのか、ちょっと悟ってるね。でまずは勝利の歌、まあ、基本的な戦い方は同じです。竜神烈火剣は15だから6回使えるか。それまでに型をつけたいね。でゾウさん、ゾウさんがねちょっとやることいっぱいあるんだよね。まずは竜神降臨をさせる。で雪だるま、どうしようか。今地層が風になってるね。サンダークラップでも打っておく。そこそこ JP はあるからね、まあ、生命の水はね使う JP が少ない分やばい。あー危ねー、見切ってる。いくつ当たる竜神烈火剣。おお強い、いいね。本来だったらねもうちょっと技を覚えてきたかったけど、474か。これでゾウさんは無敵、負けることはない。サンダークラップ弱そう。初めてサンダークラップもちょっと派手になってる。いや一応1000、あー999回復するね。やっぱり地層変えたいな。そうするとでもうちょっとこまめにやっぱり回復していこう。パワーヒールと生命の水を両方使っていきます。ゾウさんはスターバーストで、雪だるまは生命の水、常に玄武にしておきたいね。アースライザー、これはターンの最後に来るんで、ターンの最後にヒットポイントを保っておれば大丈夫。196期間、いいね。ゾウさん狙ってほしいんだけど、むしろ。あー結構火力弱いな。竜神烈火剣が頼みだね。なんかすげえ減ってんだけど、なんでなんでさっき5000当たったの、よくわかんねえ。で七星剣を覚醒させて、ただ最後にアースライザーが来るんで弱っ。これでいくつ食らうか。妖精は耐久力低いからね、208か。ミカエルは勝手に回復してくれるのでやっていきましょう。またパワーヒールと生命の水、まあ、ゾウさんをね回復に回さなくていいっていうのがかなり助かるよね。3500、よくわかんない、本当にわかんないわ。どうやってダメージ決まってんだ。5000いった。お、かわした、いいね。かわしたっていうか見切った。重要だねやっぱり見切りは。あ、トリニティブラスター2種類ある。よしよしよし、ゾウさん一応188奪われるんだ。さて分身剣、これがいくつ当たるか。3900、悪くない。ヒットポイント的には、まあ、一応全員500あるけど、今回はロブスターと妖精に振りますか。妖精は結構ダメージを食らいやすいんで回復はしておきたい。で生命の水だったら多分後出しで来るんで、
減ったところを回復するっていう運用ができると思います。雪だるまならでは。これはど、あ、効かねえか。1も減らない。高速なブラ、オッケー、増産ビクともしない。よし、今回だいぶ回復できたな。で、分身剣4300で、ミカエル勝手に回復してくれるから OK でしょ。今回全員攻撃しよう。無双三段、竜神劣化剣があと2回。サザンクロス、全員攻撃しようって言ったけど、雪だるまどうする。スパークリングミスト、超意味なさそう。ちょっと雪だるま火力がね弱いんだよね。もうこのメンバーだと雪だるま完全回復役として運用せざるを得ない。おお、今回も全然減らなかったな。雪だるまは炎に耐性があるっていうのが意外に強み。今回食らわない。アースライザー使われてるから、アースライザーが入ると敵は防御体制になるのか、なんかそんな感じだよね。で、最後にアースライザーが発動する。なんかファイアウォールの全体版、全体っていうか、その何でもダメージを軽減するみたいな、そういう役目かな。で、妖精は今回回復させましょう。竜神劣化剣これラストか。待って待って待って、あとどれくらい、結構ダメージ与えたと思うんだよな。だったらペルソナ3回使えるんで、ペルソナ3回でいこう。で、3日、いや一応パワーヒールタダで使えるしね。ちょっと安定性を取っていきます。で、生命の水、これも妖精にかけます。ミカエルが1回回復してダメージを食らってから雪だるまがもう1回回復するっていうパターンがいいんだよね。サイレン、うわ、全体的に食らうな。ペルソナでいくつ当たるか、うん、まあまあまあ悪くはない。食らうか、食らわない、普通にミスか。これ結構きついな。ここ、うわ、妖精やられたか。ただ雪だるまが稼働できるんで、あ、そうそう、ミカエルも回復してくれるか。140ラックだけだと心もとないけど、あ、倒した倒した。いや、でもやっぱ強いね、四魔貴族本体は。よし、槍召喚、あー、上がるね上がるね。上がってくれるのはマジで嬉しい。一応剣武術も上がった。じゃあちょっと帰りましょう。では次、左から2番目のここに入っていきます。ここはアウナスか、てか敵が来てる。まあちょっとここもサクッとやっちゃいます。ではアウナス戦行きましょう。ずれた、定めには逆らえんぞ。まあ、まずはねやっぱり勝利の歌は唱えておいて、でこいつ炎のマント持ってるんで、ペルソナだったら食らわないはず。で、ミカエルはヘビ剣で、ゾウさんは まずはね例によって竜神を降臨させる。で、炎になってるからやっぱり水にしたい。バードソング、いくつ食らう、それなりに食らうな。火炎、全体攻撃の2回連続は厳しい。ってかすっげえ食らったんだけど、これ結構やばいかもな。ペルソナの火力でいくつ出るか、2700か、まあ悪くはない。ヘビ剣は、あ、2000いくじゃん。あとは地層をちょっと玄武にして回復させないっていうのがやっぱ最大の目的だからね。まあ、竜神降臨があるからな。負けはないんだけど、他の人の LP が先に尽きる可能性があるんだよね。特に妖精とか7しかないし、ポストンとかはね17あるからいいんだけど。で、ここはやっぱり反撃を食らわないやつで攻撃をしていきましょう。ちょっと待ってね、
高級傷薬使うか。ペルソナ使ってミカエルは1回高級傷薬で陽性で、ちょっとスターバースト反撃食らっちゃうかもしれないんだけど、まあゾウさんだったら大丈夫でしょう。まあ、ゾウさんは反撃食らってもいいんで分身剣でいきます。超強え。アウナスってでもそんな感じだったよね。厄介な代わりにヒットポイントがそんなに高くないっていう。ゾウさんが、ゾウさんじゃねえ、ロブスターがやばい。あー、おいいね。てかさ、かわしてもかわさなくてもどっちでもいいや。ゾウさんは LP が尽きることはないでしょう。ゾウさんのスターバースト1900、あっちいけどなんてことはない。まだまだ34あるからね。でヒットポイントは気を配っていきましょう。パワーヒル、生命の水も使う。分身剣使って生命の水。ペルソナが反撃受けないっていうのはかなり役立ちますね。本当に炎のマントめっちゃ厄介なんで。ファイアウォール、あお、危ねえ。よく見切ってくれんな。今回ファイアウォールだけか、ダメージ分としては前列しか食らわないんで、まあ妖精が食らっちゃうけど大丈夫だよね。風神剣4800、強いっていうか反撃食らわねえし。152か、まあまあまあ、ミカエルはほっとけば回復してくれるんで、ここはパワーヒール。雪だるまはどうするかな、まあ、生命の水一応唱えておきますか。ちょっと長期戦の場合はやっぱり火力で押し切るっていうよりは安定を取りたい。エアスラッシュ危なかったな。妖精特攻だからね、エアスラッシュは冬特攻のはずなんで、飛んでる敵に強いっていう。火炎が強いんだよな。ゾウさんなんかガードしてもガードしなくてもどっちでもいいし、正直これは生命の水2回かけておいて正解だったな、まあ、回復が2回か。分身剣一発増えた。分身する人間が、人間じゃなくてゾウだけど、人間はミカエルしかいない。マジでゾウを回復しなくていいっていうのがほんと助かる。一応ちょっと予備的に、これは食らうか。あ、大丈夫か。ミカエルに来たかと思った。意外にでもヒットポイントあるな、思ってたよりタフ。まあ、フォルメンスもなー、ちょっと怖いんだよねやっぱり。まあ、アラゲスもそうだけどね、基本的に全体攻撃が強いからな。あれ、なんで竜巻になってるのよくわからん。ここ押せるんじゃないか、ちょっと押していくか。ヘビ剣も使っていこう。雪だるま一応回復、あんまり火力が出ないからね雪だるま、今の俺の状態だと。よし、 OK、 残りは2匹。術の力と蒼竜の術、あ、ペルソナの極意取得した。大して上がんなかったな。よし、じゃあここも戻ります。では右から2番目、突入していきます。ここはフォルネウスですね。どっちかでこっちから行ってみる。結局あれか、なんか敵がいるなって思ったけど、なるべく敵はスルーしたい。それではフォルネウス行きましょう。イケメンだなこいつ。真のアビスの力を見よう。まあパターンは一緒、竜神烈火剣でいきましょう。ここは押し切る。で、竜神降臨は最初に使う。
水か、なんか変えて回復が本当厄介だからね。プラズマショットちょっと使ってみよう。マイティサイクロン、これは一体421、そこそこ食らうな。4900、火力は十分いいね。スコール、よし。ミカエルがゼロだったのはかなりでかい。1500いくんだ。それでも雪だるまの攻撃、本当はもっと師匠からねいろいろ技を覚えてから来た方が良かったんだろうけど、ただこっちも玄武が得意だし向こうも玄武が得意ってなると割と散り貧になるんだよね。ミカエルが若干やばいな。回復させておくか。自分で自分を回復する。でスターバーストで生命の水、妖精は人々高めにしておきたい。最前線にいるんで、かつ耐久力が低いっていう。竜神劣化剣の火力だね。技ポイントめちゃくちゃ使うけどね。よし、これはいい。でゾウさん後ろにいるからそんなに狙われる感じはしないよね。やっぱりゲッ、2回食らった。3回やってくんのかよ。しかも倍食らってるし。ロブスターはやはり雷に弱いのか。これ妖精回復しきれてないよな。いや全然回復しきれてないわ。っていうかさ、そういえばミカエルあれ使ってから補充してないわ。なんだっけ、高級傷薬。雪だるまは3個くらい持ってたはず。ちょっと高級傷薬でいきます。まあ、無双サンダーはね火力も高いんで、やっぱ妖精は生かしておきたい。普通に竜神劣化剣が切れるのが先か倒すのが先かっていうようなターン数だよね多分。いけ、マイティサイクルも食らった。500も食らうのかよ。アクトサンダーちょっと鬱陶しいな。これが3回来るのはやっぱ痛い。分身剣は3000か。まあいい火力ではある。いやーやっぱ999回復されるのは本当痛いな。いやどうする、まあ、竜神劣化剣は打つでしょう。もうミケルが完全パワーヒールしか使えないからな。これでメールストローム来られたらちょっと怖いよね。結局2人を回復に回してるから攻撃3人しかできないから。2段突きいいね。ゼロ抑えた。ゴール、いやゾウさん連れてきてよかった。連れてきてよかったっていうか竜神降臨を覚えさせておいて本当よかったな。これゾウの竜神降臨がなかったら結構回復で手一杯になってたと思うんだよね。竜神劣化剣は残り2回。ちょっとここは生命の水でいこう。ミカエルは一応盾が使えるからね。竜神劣化剣が切れるとなると次のターンとかで傘をつけたいけど。187回復、205大して変わんない。マットサンダーガードできなかったか。妖精が2回。しかしマットサンダー1回分は回復できるはず。あーそうか、999ずつ回復していってるのか。だからだな、竜神劣化剣があと1回しか使えないんでちょっと回復に回そう。でこれはもうちょっと妖精でパワーヒールは
自分だな。ちょっとミカエルもまずい。で、何かあった時のために雪だるまは最後の方に行動するんで、妖精を回復させておきます。もう1、2ターンでなんとかケリをつけたいけど、いきたー、メイルストローム、うー、食らうよね。そこまで壊滅的なダメージにはなんなかったけど、メイルストロームマットさんだって最悪のパターンじゃん。雪だるまなんか久々に食らった気がするな。こいつめっちゃ食らうんだよな。これで一応妖精が回復してどうなる。いやー、まだちょっと厳しいな。妖精とボストン両方厳しいね。ただ竜神劣化剣は最後打っていこう。でパワーヒールと生命の水、この2つでなんとかしのぐ。やっぱり999回復する都合上ある程度の火力は出していかないといけないからね。大車輪も撃ってくんのかよこいつ。いやー、やべえ、ちょっとやばくなってきた。竜神劣化剣が火を吹いた最後に。いや、いい勝負だよ本当に。なんかちょっと手を誤ると死ぬような感じになってる。じゃあ最後いきましょう。じゃあ最後はアラケスですね。突入していきます。では最後の一匹アラケス、血と汗と涙を流せ。なんかちょっと感動入ってんな。汗と涙って勝利の歌で、竜神劣化剣で、サザンクロス、最初は竜神降臨で、雪だるま最初だけ弓を打つ、プラズマショット。大進撃、妖精は効かないよね。超減るんだけど。水地も使ってくる。あ、水地は1人か。当たらなかった妖精に来た。ゲッ、毒った。ちょっと初手があんまりよろしくないな。大進撃が意外に強い。96枚、ゲッ、マジか。これ大進撃で土になったのかな、竜神劣化剣で。今回はちゃんと高級ギズ薬を持ってきたんで妖精に使いましょう。で地層を変えたいんで、ちょっと水の魔法は使っていきます。生命の水で結構食らったんで、ロブスターが毒が厄介だな。強打いって、621も食らうの。水地、これは1人だったね。まあそこ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 っていうか、あんまり食らわないな。とりあえず蘇らせたけど、本当に蘇らせただけなんで体力が低い。こいつもこいつで防御力が低いな。たださっきミカエルはもう高級傷薬を使ってしまったんで、パワーヒール、んー、自分っていうか雪だるまもちょっくらいやばいから、400になったらやっぱり回復させよう。あとは分身剣で、雪だるまはそっか、高級傷薬を使っちゃうと地層が変わらないのか。いや、ちょっと長期戦覚悟でやっぱり安定を取っていこう。最強だ、700とか火力が高えな。やっぱりこいつは3000、あれが減ってるね。スペキュレーションが崩れた分ダメージが下がってる。陣形を維持したいっていうのがあるんで、なるべく死人は出したくないんですよね。
それでも4900当たんのか。でどうしようかな、ちょっとパワーヒールと高級傷薬じゃ両方ちょっと重ねよう。やばい、大進撃マジでやばい。竜神劣化剣の火力がだいぶ下がってんな本当に。うおうおっていうかゾウさんだから意味ねえわ。てかゾウ後ろにいるから本当狙われないねこれで。ミカエル、いやーくす1、2、3人やばいのか。竜神劣化剣は打っておきたいよな。パワーヒール回復量が少ないからちょっとこれは妖精だな。ゾウさん一回高級傷薬に回すか。そうすると雪だるまも多分これ最後の高級傷薬だよね。体落とし1 マジでゾウさん狙ってくれると助かる。今回はだいぶ盛り返したはず。次の攻撃が何かによるけど焼きごてゲッツえ。ちょっとここからは回復に入るんで。よみがえれロブスター。やっぱり999の回復は厄介だな。もうここは竜神劣化剣使っていきます。パワーヒル自分だな。で分身剣を使ってもうちょっと回復する手段が生命の水しかないんで、ボストンは生命の水。体起こし、これスタンするんだっけ、しないか、まあ、たまたましなかったのかどうか分かんないけど、水血も継承で済むけどこれ死ぬんじゃん。ただ死んだか。ただミカエルが死んだだけで他の人たちは結構ヒットポイントは残ってるはずだよね。でどうする、生命の水で回復させるか。回復量がやっぱ少ないんだよな。蘇ったと思ったらすぐ死にそう。おお大進撃、いやこれ食らう前に蘇らなくてよかった。結局大進撃で殺されてたから、ね、あ倒した倒した。大体6ターンくらいで倒せるね。竜神劣化剣が切れるか切れないかくらい。ヒットポイントしか上がってねえし。よしじゃあ最初のところに戻りますか。はい、というわけで今回四魔貴族を倒しましたので、まあ、今回はここで終了したいと思います。次回はいよいよ最後ラスボスですね。破壊するもの戦をやってエンディングを見てミカエル編は終了するという予定でいきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。